自民党のの新しい資本本主義実行本部が政府へ提言では、最低賃金を2030年代半ばまでに1500円台に引き上げる政府の目標について、前倒しで実現するよう求めたほか、iDeCo ・個人型確定拠出年金について、拠出限度額の引き上げを検討すべきとしています。